事件です。どうした、どうしたんですか。大事件。どうしたんですか。大事件発生しました。この間の撮影日の後に洗濯をして、洗濯物を取り込んだら、なんかこんなことになってました。かっこいい。そういうかっこいいものちゃうよ。こんなことになってるよ。これ柄じゃないからな。血出たってこと。これは、洗濯機の中にこれが入ってたからです。画像ドン。ユーキャンの口紅。本当に申し訳ないと思ってます。いいやけん。マジで心から。何してんのね。これ言っとけよ、このシャツだけじゃないから。他にもタオルとか、だから洗濯乾燥してた。洗濯乾燥したよ。乾燥まで行ったな。本当に申し訳ないと思ってます。そのソマって乾いてんねん。なんか柄みたいになって、ね、おしゃれじゃん、うん、なんか女の子が、うん、その写真の女の子が見透かしたみたいな。そう、もうなんかメンヘラ的なあれで血が出たみたいになってるよ、うん、いや柄には見えへんやん、こんなん汚れてるだけ。足りないんじゃない。もっと濃ければよかったもう今日もうワン口紅に行けば。あの、私もショックなんだよ。一匹来なくなってね。どうすんの。ごめんなさいって思ってます。ちなみに何他洗ったの。他だから、じゃあ撮影日に着てたダム T シャツとかズボンとかってことやろ。そう、タオルもな。タオルとかバスタオルか、うん、バスタオルとかもめっちゃ赤くなった。うん、ごめん。連勝。何をこのシャツ連勝。だから洗い直すって。一回チャレンジしてみる、落ちるかどうか。まあそうやな、うん。まあクリーニング屋さん無理って言ってたけど。クリーニング屋さんに、これは無理だねって言われたの。落ちたとしても、うん、これも落ちるかもって言われた。ああ、元のプリント。ああ、なるほどね。そしたらもうプリントも落としてもらえば。まあ、白って言う。ただの白シャツやん、うん、で、ユーキャンがフォトショかなんかでこう印刷してもらって。それっぽいの。まあでも、ご飯おごりやな、とりあえず。ご飯おごり、とりあえずご飯おごりして、その後これえ、それは話変わるじゃん。ご飯おごったらもうやんないよ、それは。じゃあやってみる。一回やってみる。他のタオルとかも、うん、あのお風呂湯船食べて。ああ、落ちるんかこれ。知らん、やったことないもん、こんなリップ。リップでさ、洗濯機で回すなんてことないからな。こんななってて、こんなん戻る。ね、絶対戻らんと思う。絶対ちょっとは。ああ、もうメシや。3000円以上メシや、救世主。赤がピンクになるくらい。そうやね、絶対ある気がする。こんなんだと綺麗に消えるなんてありえへんやん。え、だからそれを生かした柄にするしかないんだよ、こっから。アート作るか、あとこれをアートにするか。あとはアートって。このシャツ気に入ってたのに。ね、気に入ってきてたのにと思って。1着8000円ぐらいするのに。ショックだなって思った、マジで。 T シャツで8000円は結構するね。するね。連勝する。いや、飯より安、高いけど。高いな、それは。マックおごった方が楽だな。マックとかじゃさ、そんな。マックじゃ済まないの。マックじゃ済むわけないやん。やだそれ。なんか、牛タンとか頼むよ、俺。うわ、出た、前回のやつだ。練習一回怒らせてたら、ネギシ頼まれた。最上のやつだったら、ウーバーで頼める最上のやつ。うわ、別にいらんけど、カレーとかもセットで頼んじゃおうかな、とか。まあちょっと一回チャレンジしてみて、うん、であかんかったらもう諦める。諦めてご飯をおごる。これに関してはマジで申し訳ないと思ってる。これに関しては一回やってみようかなと思って。無理だったらもう真っ赤な T シャツにします。これを色染めして。それはそれであるじゃない。そう、プリント分まで赤くなんなきゃ。プリント分も赤くします。じゃあ、はい、あ、赤だけに。レッドカードっつって。メシって言わない。メシもめっちゃオプションつけまくったの。めっちゃやだ。しゃあない、そんな。マジでショックだわ、これに関しては。いや、ほんと多分、撮影の時に、リップは塗り直すっていう習慣もあるじゃんね。うん。で、多分、パジャマのポッケの中にリップ塗ったやつを、ポンって入れたんだろうね。うん、で、それ。リップどこだっけっていつも言うもんね。そう。それに気づかず、まあ、洗濯ポイしたんやろな。うん、
それ以外考えられないな。入れた？だってリプ俺の他の私服だってダメージ受けてるね。本当にごめんマジで。え、でその後洗濯した？でその後はするよ、もちろん。え、全然何にもなかった？次の洗濯、うん、次の洗濯は別に。え、じゃあ洗濯槽には別につかなかったの、ね、誰かクリーニング屋いないの？リスナーとか。これのうまく綺麗に取る方法を知ってる方がいたら詳しく教えてほしい、私に DM で。うん、いやコメント欄で。でもリップって何？油汚れになるの？油汚れなんだよ。じゃあ落ちんやん。だから逆に油で浮いて落ちるとか言う人もいた。あ、浮かせてね、うん、だから化粧落としってさ、そうじゃん、オイルとかじゃんか。でだからその化粧のオイルをクレンジングで落ちないの？だクレンジングを使うか、それがお金もったいないからって言って、うん、なんかサラダ油とかで落とす人もいるらしい、うん、話をお聞きしました。クレンジングのあのシートで拭いたりしたら落ちない？なんか後ろからポンポンやったりとか、クレンジングのシートで。ワンチャンあるけど、でも箇所ならともかく、1箇所ならともかく全箇所やったらってなると、まあ、地獄のような日々が始まるかもしれない。漂白剤だな。漂白剤、もう強漂白剤を使うか、もう全真っ白漂白剤。そしたらまあこれがダメージダメージ T シャツになっちゃう可能性がある。ケバケバにすよ。ケバケバ。まあ、でももう着れないんだったら、でもさ、着るだけやってみて、いる、うん、どっちにしろって感じじゃない。まあでもさ、なんかさ、その今の状態でさ、菅田将暉が着てたらさ、それはもうおしゃんじゃん。いや、ちゃう。米津着てそうだよ、米津さんは。いや、別になんかさ、もう、おしゃんや。絵描く人とかが、もう、作業してる時に。でもアーティスティックや。うん。絵描く人が作業してる時に着ててこうなってんか分かる。むしろもうちょっとさ、広い範囲でそれでやっちゃえば。ムロツヨシさんが着ててもおしゃんやん。藍染めみたいな。なんておしゃれやったもん、うん、いやなんかさ、でもさ、この美容師さんとかさ、髪染めの粉を使うときに、なんか跳ねたりするみたいな。でもああいうの落ちなそうじゃん。だけど、白だったら漂白、ブリーチできるから、白 T を着ることが多いんだよねって言ってたから、なんかその原理でいくと、落ちる可能性も、まあなんか。ブリーチ剤で落ちるかもしれない。うん、じゃあシャカシャカブリーチ剤買わなきゃダメじゃん。うん、シャカシャカブリーチ剤。すいませんでした、本当に。いや、これもう、これはもうええから飯をおごってや、みたいな感じだったんだ、正味。飯にしよっかな。メインではね。うん。飯にしよっかな。これ落ちなかった、私が着よっかな。いいよ。アーティスティック。アーティスティック。になるやんな。でも部屋着には私もできるよな。じゃあ飯でいいか、これ部屋着にして結局ね、これ部屋着にして飯でいいか。飯でもいいよ、すいません、本当に申し訳ないです。ありがとうございました。